どうもこんにちは。こんにちは。ななちゃんです。七不思議の吉田モーモーです。大神信です。よろしくお願いします。お願いします。今回ですね、ゲスト会でございます。はい、さらば青春の光より東袋さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。東袋です。やばっ。ありがとうございます。お願いします。そうでしょ。なんでなんですか。いや本当に。なぜ。いやほんまに。なんか聞かされてました。はい、いや不安で不安で。いや怪談チャンネルがあるとは、はい、知ってはいますので、はい、なんですけども、はい、いやそれに呼ばれる理由もわからんし、はい、でなんで俺やねんもあるから、とりあえず全身黒でこようと思って。一応なんか、はい、怪談イコールちょっと黒みたいな。いやイメージがさ、なんか水色とか着てあるからな。そういうの本人がわけわかんないとしてるんですけど。すいません。いやそうですよ。一回でこうな、はい、ザコ師匠さんとか、はいはいはい、来ていただいて、うん、階段持ってなくても成立したなっていう。ほうほうほう。正直50分ぐらい、はい、40-50分もなんかザコ師さんの時は。そうですね。一切階段なかった回もあった。そうなんですよ。でなんかこうやっぱ僕ね、はい、さらばさんとはこうね一緒にライブとか出てて、インディーズライブとか、ね、インディーズライブとか出てて、で、はい、ねその、うん、いろんなことがあったっていうのも、はいはいはい、もうすべて見てたんで。はいはい、もうなんか怖いっていうレンジ広いから、うん、なんか怖い話してください言うたら、なんか人の怖さとかいろいろ知ってんちゃうかな。そう、あスケコワね。スケコワの部類出て呼んでくれたら、スキャンダル怖いってことね。スキャンダル怖い。そういうことね。そうなんですよ。あそっちのジャンルは確かにね、僕ぐらいしかいないですからね。スキャコアは言われへんこと多いけどな。いやそうですよね。どっかに聞いてください。いやでも何でも聞いてください。よかなと ね思うんですけども、はいはいはい、なんかまあ普通にね、うん、やっぱ怖い話を期待して見てくれてる人もいると思うんで、はいはい、いきなりここでね、どうやって松竹辞めたんですかとかね、これは聞いても多分離脱されるんで、真ん中ぐらいの時間になったらそういう話多分なると思います、ね、全然何でも聞いてない。東袋さんといえば、はい、こうやっぱりね、うん、モテはるから。いや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 、そんなもんないですよ。だからこう、うん、女性に関しての、うん、なんかこう怖い話というか、はいはいはい、ストーカーめいたものとか。あでもそういうのは結構ありそうね。そういうのですか。目覚めたらファン部屋おったみたいなんとか、うん、なるほどなるほど。そういうなんか女性の怖さみたいなんてあったりします。でもまあシンプルに、はい、なんか息苦しいなと思ったら苦しめられてることはありますよ。はい、もう心霊話みたいな展開じゃないですか。多分まあ携帯見られたんでしょうね。なんかぐわーっと詰められて、まあ、女何してんねんって言ってのはありましたけども。怖い。いきなり怖いですよ。それはその女性はお付き合いしてる人、はい、いや全然全然全然そういうお世話になってた方ですね。そういうこと。いやいや恩師みたいな言い方でお世話になってた方。お世話になったもんな。そうですよ。はい、だからまあ面倒見ていただいた方がまあ多分夜中に多分そういう関係ではないんだけど、付き合ってはないんだけど、はい、多分携帯見張ったんですよね。なるほど。まあいろいろ出てきたから、なんやねんこれって言いながら、その後エッチしましたけども。いや、紆余曲折あったから燃えるんじゃないんですよ。そういうのはありましたよね、でもね。いやだから、デビューっていつになるんですか。僕は、はい、一応松竹芸能に入ったのが2006年ですかね。2006年、はい、2006年でコンビ組んだのが2008年です。はい、あ最初森田君と違うんですか。違うコンビで入って、だからそれこそよく言ってますカズレーザーと大学で組んでて、うん、でそれが解散して、はい、同級生と大学内でサークルで組んで、はいはいはい、でそいつと一緒に入ってきた感じです、はい、あそうなんですね、はい、うん、でそれは解散して相方が辞めて、うん、ピン芸人の時代があったんです僕は、うん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 、で1年ぐらいやっててで森田のコンビが解散してそこで組んだという感じですね。あそういう感じ、はいはい、でもう組んで、うん、もうトントン拍子でキングオブコント、すごいスピードで多分ガッて行ってましたよね。割かし早かったです。大阪の賞レースを組んで3ヶ月とかで、本戦に行ってみたいな。うわすごい。なんかそんなんが続いて、あなんとなくいけるなで、はい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 、最初はなんかユニットみたいに組もうかみたいな感じだったんですよ。ほうキングオブコントが初年度で、うん、それ出るためにはちゃんと組まなあかんみたいな、はい、まあ一応じゃあ組む体にして、うん、であかんかったら解散しようかみたいなんで組んだ、はい、だからなんかその3ヶ月で本戦行ったりとかしてなんかいけるかなみたいな感じだったんです、ね、あそういう感じなんですね、はいはいはい、最初ユニットでやろうみたいな感じだった、ね、うん、そうです。僕はずっと森田誘ってたんですけど、はい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 、で森田のコンビが解散するかもしれへんみたいなことを聞いてて、うん、でまあ仲良くさせてもらったんであいつが多分半年先輩で、はい、で、アプローチはしてたんですけどなかなか、はい、解散しないってなって、うん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 、僕が別のコンビを組んだ瞬間に、はい、1週間後かな、
あいつが解散したんですよ、はい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 、でうわ組みたかったのになと思って、うん、でも組んでもうたから、うん、もうどうしようかな、うん、でも森田組みたいなと思ってこの1週間で組んだ相方をごめんちょっと森田解散したからこっち組みますって言ってあーなるほど、うん、二股はしないですよちゃんと筋を通してからって言うんですよね、はいはい、組んだっていうのでへーそう、その中でですねはい、で、うん、そっからキングオブコントってファイナルどれくらい行きました本戦の方は2012年かだから組んで3年、はい、4年ぐらいですかね、うんうんうん、に、準優勝して準優勝ですよねありましたはいはいはい、はいうん、そっから結構出られてますもんね M1 も出てみたいな、うん、M1 もありましたね、うんはいキングオブコント6回かな、はいはいはい、で M11 回決勝は行かせていただいてます、うんはい、いやそんだけね、うん、もう若い時から、はい、そのトントン拍子やったら、すげえファンいてたんじゃないですか。あ出待ち入り待ちすごい量じゃないですか。いやいやでもそこまで人気はなかったんですよ。ほんまそうですか。そんなにそこまでです。でもまあまあなんかちょっとしつこいなっていう方はいらっしゃいました。そのなかなか思いが強いなという方は。はい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 、朝仕事行こうと思って、はい、家降りて自転車乗ろうと思ったら、はい、そのサドルを撫でてる方もいらっしゃいました。はい、うわすごい。いやサドルを撫でてはる方はいらっしゃいました。なんで声かけるんですかそれに対して。ああ撫でたらあかんよっていう。優しい世の中が俺のやからって言ってっていう方はいらっしゃいましたしあとなんかね、はいはい多分ね水曜日のダウンタウンかな、はいはいはい、でもなんかこんなファンがいましたみたいな話をしたんですけど、はいはいはい、同じ方なんですよ、はい、その家にいた方とほうほうほうなんかその方はね、はい、毎回差し入れをくれるんですけども、はいねその中に、お守りみたいなのが入っててでまあちょっとこれどうしていいかもわからないじゃないですか、うん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 、でなんかまあでもなんか捨てんのも気持ち悪いしなと思ってちょっと中見てみようと思ったらなんか髪の毛がいっぱい入ってあったりとかまた思いを込めはったんでしょうね恐ろしいですねまあ、これでもどこまで言えるかわかんないですけども、はいはいはい、なんかその方が、まあ、結婚して結婚してくれって言われたんですよ、はい、で結婚してほしい、はい、いや、はい、それはまあさすがに無理ですって話をしてたら、うん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 、まあ今俺韓国に行って、はい結婚されて、はい、まあいたっほー、うん、で、その時に授かった子に、はい、僕本名吉高って言うんですけど、はい、吉高っていう名前をつけたっていうのをお手紙で遊んでいただいたちょ、カニハンキ一番怖い僕ら結構聞いてるんですけど怖い話すごい規模感のお話ですよねそういう方もいらっしゃいましたこれはすごいなってなかなか思いが強い方アプローチ強いですねまあまあもう知り合いともいなくなりましたけどねもう来なくなりましたけどもなんかでもそんだけね、はい、ファンのね圧が強いファンもいてれば、はい、こうねご自身でやっぱり声かけて、はい、でこうデートしてみたいな方もこういらっしゃると思うんですけど、はいはいまたはかける人なんですか。何また付き合った上でこうまたはかけるんですか。彼女というのを作ると面倒くさいので、はい、もうだからもう十何年以上彼女はいないんですよ。あ、そうなんだ。なるほど。だからまあまあそういうだからほんまにお世話になった方っていうのが点々としてる感じですよ。特にそういう紐っていう立場でもないじゃないですか。もうお金を払いますね。ね、はい、そうですよね。はいってことは、うん、そのやっぱ女性の方って、はい、面倒見てあげるそうね、うん、お金とかも工面してあげてるから、うん、なんかこうね、うん、私のものみたいな、はいはいはい、完全になんか、ね、よく分かるんですよ、うんうんうん、だからそお金を払うわけじゃないですか、うん、で気持ち、うん、メンタル面は面倒見ていただいてるっていう感じなんですよね。この関係性がよく分からなくて俺 うまくたくさんのそういう綱みたいなものを維持するってめちゃくちゃ大変じゃないですかこれ。そうなの。あでも、はいはい、いやそれ吉田さんは分からないかもしれないけど、はい、今は分かりはるじゃないですか、はい、そんなんは僕は生粋のもう弱童貞ですからほとんど分かんないですけど、ね、こういうのはいやいや、あんた分かってはるってことですよ。分かんない応答をするし、いやいや、分かってますからね。そう、うん、僕の場合は、うん、付き合う感じにしちゃいます余計やこしなくていやいや、なんかしれっとね、僕だけで話したからいやいや、いやいや、そうですね。そんなもん元ヴィンテージは2人ともやねんよく聞いてましたよ、最悪ですね。この回最悪でしたね。すごい特大ブーメラン返ってくるから何をそんな自分だけ違うみたいなね、こんな話聞いたから芸人さんだからね、やっぱそういうのはね、出会う機会多いですもんね。まあ、うまいことやってるつもりでうまいこと言ってなかったっていうパターンですよね。そんなのはよくありましたけど、でも、はい、それこそ僕、その怪談じゃないですけども、はいはいはい、あんまり信じてなかったんですよ、はい
はい、今でこそ好きなんですけど、はい、あの結構吉井正夫さんとか見たりとかするんですけど、あのね、一人霊感がすごいこうやったんやなっていうのがおって、一、ね、回もう13、4年前に、はい、芸人4人、僕と芸人あと3人かな、はい、実家の車を借りて京都の清滝トンネル行こうってなったんですよ。はい、もう何もすぐないから大雨の日だったんですけど、はい、清滝トンネル結構有名なんですよね、はい、心霊スポットで、はいはい、で向かってる途中に、その2、3ヶ月前ぐらいに出会った女の子から急に電話来て、はい、そんなことないんですよ、電話してくる子じゃないんですけど、うん、何やろうと思って出たら、今どこおんのって言われて、うんうん、いや今どあの意味ない指令スポット行こうかなと思ってるって言ったら、うん、清滝トンネルでしょって言われて、え、どういうこと、俺別当時まあミクシーとかありましたけど、はい、そんなつぶやいてないんですよ、今から行くなんて、はい、絶対行ったらあかんっつって、はあ、絶対あかんもんもらってくるからって言われて、はあ、でもこのタイミングで気持ち悪いなで4人喋ってやめとこうかって言って、はい、でその足でその子の家行ったんですよ僕は、うん、何やったんって言ったら、はい、あの実は私、おばあちゃんが高知の子でイタコをやってると、はい、で、はい、イタコやってるって聞いたから霊感がもともと強いらしいんですよ、はいはい、でその、家業を継ぐかどうかみたいな話もあったぐらいの子やったらしくて、まあもう私強いねんって話を聞いて、はい、俺もでも半信半疑やったんですけど、うんうん、でもこの件もあるしなと思っていろいろ聞いてたら、うん、テレビとか見てたらもうひな壇とか3倍4倍に見えるらしいんですよ。あ、はあ、もういると見えんねや、ついてんのが見える、はいはいはい、でそんな話を聞いてたから、はい、なんか嫌やなと思ってたんですけど、はい、まあでもやっぱりね面倒見てくれはるから、はい、まあ関係は続けてたそうなんですね、うん、か可愛かったですか、まあまあもう、はい、なんかキャンペーンガールとかやったらなんかそれはいいですね、なんかね良かったんですよ、はい、で おっぱいもでかかったし詳細にどん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 パーソナル出てきますけど、でなんか別に最初にそれを言ってこんかったのが僕ちょっと、はい、あ、これなんか信用はあんのかな、信頼できるのかなと思って、はあはあ、別に私、はい、霊感あるよって言われたらなんか、うん、嘘やろと思ったんですけど、うん、はい、そういう事件があったから、なるほどね、で、そこから何日か後に、はい、前日に違う子にお世話になって、はい、で次の日その子の家行ったんですよ、はい、で、んだらその子に昨日言ってたでしょって言われて、うわ、別にそんなのないよとは一応礼儀として言うんですけど、ね、言いますよね、いやいや、もうついてるからって言われて、うわ、生き量がおるわ、ちょっとらしいすごい。でもうでどういう特徴って言ったらもう全部当たるんですよね、で聞いたら昨日の服装まんまなんですよ、そのまま、と思ってもうバレてんねやと同時に怖いじゃないですか、怖い、でもその子は、そういうのを吸ってくれるんです、はあ、私吸えるのって言われて、はあ、でもうしんどいけどじゃあもうこれほったらかししてもよくないからって言って、うん、なんか多分5分ぐらいかな、うん、みたいな何も言わないですけど僕も黙ってギッとわーって吸うんですって、はい、でまあまあ頭痛なったとか言うんですけど、はい、でもまあ頭痛なってもやっぱり今日はその気で来てるから、うん、ね、そうですね、したいじゃないですか、そうですね、こっちはね、でまあまあ大丈夫かって言いながら、はい、まあお風呂じゃあシャワー入ってきって言って言うとしたスルッと流れ持ってってますよ、さすが、でまあ、はい、でまあまあそのそういうことになった時に、はい、ふと腰を振りながら、え、これさっき吸ってもらったよな、はい、え、今 3P してる消えへんねや、吸って消えないっすね、どんな状態があるんですか、あれはちょっと記憶に残るエッチですよ、これもうすごい話だな、ならではですね、そうですね、いやすごいの、そういう子はいた、でもその子はね、はい、聞いてたらほんまにボンボン、あ、この子は本物やなって思うことが、はい、はい、なんかね、お兄ちゃんが高知にいて、まだ、はい、多分その子学生時代かな、中学校時代かな、はい、お兄ちゃんは高校生やったのかな、うんうんうん、で、そのお兄ちゃんの、妹かなんかが帰ってこないって言って、はい、で、なんかそのお兄ちゃんのところに来て、はい、探してくれって来たらしいんですよ、はい、あ、なるほど、で、でその子も一緒に探すってやったんですけど、はい、もうその家来た瞬間に、あ、妹さん死んでるって思ったらしいんですよ、はあ、で、うん、バーッと思い浮かべたら、あ、なんか絵が見えるなだったら、うんうんうん、田んぼの用水路ですかね、そこにはまってる絵が見えたらしいんですって、はあ、で、そこをバーッと探したらほんまにいたらしいんですよ、で、多分自転車で誤ってこけてしまってそのまま亡くなったらしいんですけども、はあはあ、だからもうそういうのも分かる、ビジョンで見えるんですね、見えるらしいんですよ、なんかね、で、まあなんかずっと不思議なことはよう言ってたんですけど、はあ、なんかね、ずっと同じとこ住んであったんですよ、あの難波近く、大阪の難波近くに、なんで引っ越さへんのって聞いたら、う
なんか一回引っ越そうと思って探したと、うん、でああいうスーモとかアプリを見てたらしいんですよ、うん、じゃあ一見気になるなっていうところがあったんですって、はい、でまあここええなとブックマークして、うん、でまあ次の日もなんとなく見てるんですって、うんうん、そしたらその夜にまあ多分間取りを見てるからでしょうね、はい、もう夢出てくるんですよ。なるほど。そんで、うん、まあ、遠くの方に男の人がおるんですって、うん、でああなんかおるな、でもやっぱこの家いいなと夢見ながら思うんですって、うん、で次の日も起きたらなんとなくやっぱ見ちゃうんですって、はあ、ならまた夜に夢見るんです、うん、それがどん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 毎日続いて男の人がどんどん近づいてくるんですって。ああ近くてきてる、はい、で来てる来てるなと思いつつ、うん、なんか今日やばいなと思って、うん、実家から送られてきた塩とお守りを枕元に置いといたらしいんですよ、うんうんうん、だから案の定またその日も見て、うん、だから男の人がバッと来てグッと首絞めるんですよ、うん、あーかんかんかんと自分で思うねんて、はい、でもうどうしようもないどうしようもないと思って、うん、なんとか命からがらこの守りと塩を握ったら、うん、パッと目覚めたらしいんですよ、うん、危なぁと思って見たらやっぱ案の定首に跡ついてて、でもこれこの首の跡も1時間ぐらいしたら消えるんですよ、はあ、そって、はあはあ、何やったんやろなぁと思って実家のおばあちゃんに聞いたら、うん、あそれあんた殺されてたよって言われたら、ほうなんかよくまあ年齢上の人じゃない、ない人年高齢者じゃない人でも、うん、よくなんか心筋梗塞とかで死んお亡くなりのパターンあるじゃないですか、うんうん、はい、あれは霊に殺されてるパターンもあると、おばあちゃんが言うには。うわ怖っ。うわそうなんですか。夢で殺されるんですって。ははははは、で首絞められて死んでるけども後が消えるから心筋梗塞とか言うので、うわ怖すぎるな、なるんよっていうのを言われたって言って、はあ、俺それは聞いてうわすごい経験してるなと思って、うん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 、あこの子多分本物やと思ったんですけど、はあ、一番怖いのが、はあ、まあ、ここ P でしょうけども、はあ、この子ね、はあ働いてるんですよ。うわ、怖っ。いや、まあ、そう、いや、そうだったんだ。なんか息信用できないよね。いやランクどれくらいなんだろう。いや、上でしょ、そんなわかるからね。ちょっと肩突っ込んだことあるから。やめなさいよ。ディストリビューターなったことあるから。怖っ。いや、なんかその子ぐらいですけどね、僕はもうちょっと信用できたなっていうか。その子ね、うん、ちょっとゲスト呼んでほしい。まあ、多分来るんじゃないですか、なんか水とか持ってくるんじゃないですか。最後進めないと終わりじゃないかと。へえ。いやすごいですね。すごいっすね。いやでもそんなにいないですもんね、はい、そんだけ強い人と。はい、聞いたことも。だってそういう関係になるっていうのもね、はい、すごいし。で自分から言いふらさない子やったんで、はい、ちょっと信用できるなと思って。はい、だからこういうね、あの怖い話、はい、興味ある人たちって、はい、やっぱそういうね日常生活におけるその霊感強い人に対して、はい、すごい絶対興味があって、はい、よう聞かれるんですけど、はい、その霊感強いこと、うん、こうねはいはい、ことをね、はいはい、してる時に。まあ違うところを見てたりとかそういうのはないんですか。あーでもね違うところ見てはなかったですけど、はい、白目は向いてましたね。いやそれはなんか独特のねあれがありますから、そうなっちゃう子もいますからね。それがいいみたいな。あれはそうやったんですかもしれないですね。そうじゃない可能性が高いとは思うんですよね。だいぶね。あー面白い。うん、でも一回その子の家で寝てる時に、はい、金縛りに遭ったことあるんですよ。ほう僕人生一回だけなんですけど、はい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 、で僕そんなに今まで霊感なかったんですけども、はいはい、でなんか体動かへんなと思ってパッと見たら、はい、男性が立ってて、はい、タンクトップの男性で、はい、触られてるみたいなのがあって、でそのことの顛末を言ったら、はい、あ多分それはあのそっちの方で、はあ、たまに家に来るって言ってたんですよ。それでなんか多分俺が勝手に寝てるから、うん、多分そういうこと思った、うん、なんかいたずらしたろうちゃうかしたんちゃうかみたいな。すごい経験じゃないですか、うん、いやこれすごい。いや、持ってはるよこれ。めっちゃ体験してるじゃないですか。でもそれぐらいです本当に。それぐらいではないですよ。すごいことだと思いますけどね。あとでも先にもないですよ。ほんまに見たなっていうのは。なんか心霊ロケとか来ないですか、さらばに。いや多分ね僕行ったことないんですよ。あそうなんや。結構なんかね、うん、オファーありそうなイメージはありましたけどね。そうでもないですね。ないですね、うん、僕らはなかった、うん、経験ないですね。心霊になんか霊能力ある人の近くにいたらなんか霊感がね、はい、目覚めるってことありますけど、その時、うん、多分まさにその感じだったんじゃないかな。あそういうことですよね。その女性とはどれぐらいそういう関係続いたんですか。はい、まあでも5、6年ぐらい続いて、でも僕らも東京出てきたんで、
たまに大阪行くときに連絡するんですけど、うん、なかなか会えないみたいな感じはあるんですけどね、うん、全部見透かされてるような感じで怖い。いやもうそうですよ、部分もありますよね、はい、なんか生き量見られてますからそれはもうね。そうですよ、うん、そこがやっぱり一番怖いかなと思うな、うん、いや一番怖くないだって ね、うん、女性と遊んで、うん、帰ってきたら、うん、遊んでいやマジかみたいな悪いことできないですよ、ね、でもしてたんでしょ。いやしてた、もうだってもう全部バレてるんだから、ね、そんな何もそんな言い訳もできないですからね。でそっからこう、はいはい、大阪から東京に来るじゃないですか、はいはい、で東京に来てですよ、うんうん、で松竹で、はい、その東京で一旗あげようと思ってこう、うん、来たんですよね、はいはいはい、うん、いやもうその時にはもう辞めてました。あ、はい、そっか、もう辞めて大阪松竹でキングオブコント行って、はい、まあ、その前からちょっともう辞めるって話をしてたんですよ、はい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 、でキングオブコント行ってもうてちょっと辞めにくくなったんですけれども、はい、もうお話しして辞めさせてください、はい、で、うん、まあ俺らとしては結構ちゃんと、はい、お話できて、うん、社長さんとも最後ご飯行って、はい、なまあまあ、 あの会社としては応援できひんけども、はい、まあ個人的には社長さん応援してくれるしてするなっていうのを一言いただいて、はいはい、あ、これは円満だなと思ったら、はい、会社のホームページに文書として、はい、今後このここのさらば青春の光とは関係ありませんという、はいはいはい、ちょっと怖い文章が出て、はいはい、あれ、あ、円満じゃなかったんやって、それ気づいたんです、はい、でまあ大阪おられへんなで東京出てきてっていう流れですね。で東京出てくるじゃないですか、はいはい、でその、うん、なんかあったりとかしました、圧というかそういうのも別にないんですか。あ、松竹さんからそこまでな、別にないんですね。そんなにですね、どうこうしてるうちにその、はい、鬼ヶ島さんとのなんか僕の勝手ないざこざがあったのでたもうそれどころじゃないというその話って、はい、結構もう言えたりするんですか。まあ、まあ別に、まあ、言ってはいますね。もう、まあ、まあ僕が悪いっていうのもありますし、はいはいはい、まあ、本当にそういうことがあってしまったので、はいはい、だけど、まあ、結構その言ったら鬼ヶ島の鬼ヶ島の馬田さんとの話し合いの話とかはそこまで詳細言ってはないんですけど、はいはい、言えます、まあ、あれは怖いかもしれないです。ちょっと言えます、うん、そのね、他で語られてない和田さんとの、まあ、ね、いや、そこまではね、テレビでやっぱ 言ったりしないですよね。言わないですね、ふわふわとしたところしかないと思う、うん、で経緯を説明すると、はいはいはい、この鬼ヶ島の和田さんが結婚したんですよね、はい、そうですね、結婚されて、はい、この奥さんの方がまあタレントさんで、はいはいはい、で、うん、このタレントさんと東武子さんがこうなんかこう知り合ってエッチしちゃうという流れなんですよね、まあまあ、簡単にざっくり言うと、はいはい、でそれで和田さんがおいおいおいってなってみたいな、結構な揉め事になりました。関東芸人たちはもう騒然となったんですよね、まあ、そうですよ、もう大阪からできたやつがいきなりそう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 、はい、でもう当時だってもうね、うん、鬼ヶ島さんなんてもう関東芸人も一角で、うん、で、はい、もうね、うん、もうみんな和田さんの味方になってて、うん、針のむしろみたいになってなかったですか。いやいや、まあ東京芸人ソース感時代がありましたからまあ生きづらい、まあでもそれは自分が悪いんですけど、はあ、はい、でそっから、うんうん、もうその決着テレビとかで説明されているその決着のつき方というのはどういう決着に今なってるんですか。まあでも、はい、まあ、そもそもだから経緯を説明するのもあれですけど、はいはいはい、まあ、東京でできて、はい、でまあ、仕事がないと、うん、でその時にまあ舞台誘われて、はい、その舞台に奥さんがいてあったんですよ。なるほど、まあ、まだ結婚されてなかった。結婚されてなかった、ね、はいはい、で、まあ、結婚するよという話は聞いてて、はいはいはい、じゃあまあ舞台やったら仲良くはなるじゃないですか。まあまあまあそうですね。でもやっぱ若干距離はおかしいなというのはあったんですよ。あ、すごい仲良くしてくれはるなっていう感じで、でまあちょこちょこ誘われてたんですけど、はい、あれ結婚はしはりますよねって話をしてて、うん、いやするよみたいなことを言ったら、うん、まあでもそれはいいじゃないみたいな感じを言ったら、まあまあ冗談やろなと思って、でまあそうこうしてるうちに、うん、まあ、僕は断り続けてたら、まあ、向こうがなんか巧妙な手口で、はい、手口で言ったらあれですけども、はい、うん、誘っていただいて、はい、でまあそれに乗っちゃってでまあそうなっちゃって、はいはい、で、うん、まあそれが、和田さんが携帯を見られたのかな、うんうんうん、なんかそれでバレてしまって、はい、でこれどういうことやみたいな話になって、じゃあ直接ちょっとそこでお話しさせてください、はい、で向こうの家の方近くまで行きまして、はい、で、まあすいませんと、もうこれやってしまったのも事実です、はい、でまあでもこういう経緯があってっていうので、まあ
でまあまあそれは分かったと。でもまあそれはまああかんことやなって話をしてたら、まあ奥さんがそのまあ家の近くで話をしてたんで、まあ多分話をしてたというのを知ってたんでしょうね。まあちょっとそれを全部話されるとまずいとなったのかな。ちょっと今具合悪いっていうのを和田さんの方に連絡があって、で、あちょっと倒れそうみたいな感じで言ってあって、あちょっとこれはもうあかんわっつって、ちょっとお前も連れてこいって言われて家の方に、変な関係ですよ、家の方に歩いて行きまして、でもうでもちょっと玄関先で倒れてはったから救急車呼ぼうわっつって、救急車呼んで、でもう3人で待ってるんですよ救急車を。で救急車来て、で奥さん乗せて和田さんが救急車に一緒に乗っていく去り際に、まあ俺もお前もやばい女に手出したってことだよって言って、いやいやかっこええと思って、和田さん面白いね。いやいや、ただまあそういう、まあなんかそこまで話せることにはなったんですけども、あそうなんですね、まあまあそれでもやっぱりね、遺恨は残ってはいますから、まあそうですよね、かなるほど、まあだからあれが大きかったですよ、東京来てちょっとまあまあやりにくいな、俺が完全に自分が悪いんですけど、っていう時代は続いてっていうのは1年ぐらいはありましたよね。ですね、はい、でそっからこの東京芸人ソース感状態からまたキングオブコント行きますよね。はい、2013かな。これがすごいよね。まあまあもうなんかまあまあそれは森田のネタ書く力とあいつの力があるんですけども、行かせていただいてっていうのはまあそれも大きかったですね。でこれね、多分視聴者の方あんま分かんないと思うんですけど、その時審査員が芸人じゃないですか。あれ怖くなかったっすか？いや審査員がね、決勝の票入れんのが準決勝まで行った芸人たちなんですよ。そうだったね、その時その審査員の中に関東芸人たちが、いるんですよ。全部知ってるからね、はい、今のことも含めて、どういうテンションでした？その前に、前言ったらそんなことは4月5月ぐらい、2013年4月5月にあったんですけど、まあなんとなくまあ別にこっちも知名度ないし、そんなに広まってなかった、芸人の中だけやったんですよ、でそれが、なんか浅草キッドさんのライブかなんかで、アルピーの平子さんがこんなことがあったっていうのに言ったんですよ。出た出た、平子さん8月9月ぐらいですかね。言っちゃうんですよ。で言っちゃったのが、そこで玉袋さんが知って、玉袋さんがまあキングオブコントがもうすぐやみたいな話で、実はこのキングオブコント結構因縁の対決でみたいなのをテレビで言い張ったんですよ、なるほど。でネットニュースでブワーって広まったんが決勝2日前とかですかね。うわー、すごいタイミングだなー。またでまたこれでやりにくなったでって言ってたら、まあ審査員芸人さんばっかりで、うわこれはまあもうちょっと点数は入らへんやろなと思ったら、その、本番前にディレクターさんがその審査員の芸人100人かな、の前で、何とは言いませんが、いろいろありますけども、ネタで、ちゃんと点数つけてくださいっていうのを注釈を言わせてしまう。異例の注釈。すごいね。ネタで評価してください。そうすると、もう、その市場はかさまないようにみたいなのを言わせてしまったりのがあったりとか、その裏で、まあ、いたらもうちょっとまあスタッフさんも気を使っていただいたでしょうね、僕らと鬼ヶ島さんの楽屋は一番遠いところ、絶対合わないところにね、していただいたんですけれども、もうたまたまもう本番直前に、僕はそのスタジオのちょっと手前のトイレ行こうと思って、トイレ用足しなんですよ、ガチャッと開いたら和田さんやったんですよ。でももう向こうもやっぱりね、本番直前やしトイレせんわけにもいかへんし、そうですよ、まあ気まずいけどと、でもそのたまたまその小便器はもう2つしかないんですよ。ほんだら隣にで用足しはるんですけど、まあ俺ももうこのしょんべんも出てんのか出てへんのか分かんないんで、ずっとしてるんですけど、よう考えたら今俺和田さんの横で出してるやつ。うん、2人とも出してこれすごいなと思いながら本番迎えたっていうのは、まあでもね、まあなんとか本番やれましたけど、すごいわ。いまあ気は、ね、まあだからその鬼ヶ島さんがいるし、松竹辞めたてやったから、またそっちのマネージャーさんもいらっしゃるしみたいなんで、なかなかしんどい会ではありましたね。言ってみたらもう2人で戦いに行かないといけないわけじゃないですか。普通やったらね、仲間の芸人たちがお頑張れよみたいな感じのテンションあるけど、いやだからそれ考えたらめちゃくちゃ怖いよね、やっぱりね。いやいや、もう自分が巻いた種なんであれですけどね、甘んじてですけども、
や、そうなんですよ。いやいや、実力ですよ、それは。でも、次の年からもう芸人審査なくなりましたからね。あ、なくなりましたね。はい。多分あれ俺のせいなんですよ。システムを変えた。システムを変えた男。時代を変えました。キングオブコントの歴史を変えたって。でそっから、はいはい、もうその独立されて会社を建てるみたいな流れになるじゃないですか、はいはい、他の事務所に行こうみたいなのはなかったんですか、うんうん、僕はあったんですよ、はい、僕ははい、ちょこちょこ言ってるんですけど、はい、一回ね、それこそスピードワゴンの小沢さんと仲良くさせてもらってたんで、はい、松本さんと飲ませてもらったんですよ、はい、ダウンタウンの松本さんと飲ませてもらった時に、はいはい、お前らどうすんねんみたいな、はい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 、もう吉本こんなんしゃあないんちゃうかみたいな、うん、どうもならんやろうって言っていただいて、うん、んーでもうこんなこと言ってるだけ、まあ勘弁誘ってもらってるわけじゃないですけど、まあまあまあそうですね、うわこれ嬉しいなと思って相方に、はい、相方ももう松本信者やったんで、はい、これ喜ぶやろうと思って言ったら、まあ、吉本もしかしていけるんちゃうみたいな話をしたら、はい、あ、まあ吉本はまずいんちゃう、この途中で抜けてっていうのは あんまりまあなあ、うん、どうやろうなって言って、あいつは魔石に行きたかったんですよ。はいはいはい、はい、うん、いろんな芸人さんが売れてはる、ピン芸人もいはるし、加納、うん、さんみたいな方もいらっしゃるし、うっちゃんなちゃんの方、そうですね、方もいらっしゃるからってので、うん、でもまあやっぱりで魔石に森田なりにアプローチしたらしいんですよ、うん、なんかねニッチェさんと一緒に仕事になるってなって、はいはい、でそこにまあ魔石の偉いさんがいて、はい、そこでちょっとニッチェさんとのトークを頑張ったらしいんですよ、はい、ちょっとまあマネージャーさんも笑かすぞみたいな感じで楽屋で行ったけど全然笑ってなかったらしいですよね、はいなあこれマセキ無理や話しから諦めたらしい、諦めて、諦めて、うん、って言ってたら当時、2013年4月にフリーになった瞬間に、はい、MX の番組が始まったんですよ、僕ら知らなくて、なんかさらば青春の光のファイナル、はい、さらば青春の光ファイナルっていう番組が MX で、それはフリーの芸人を追っかけるみたいな番組だったんですけど、はい、でそれが同4月1日同時で始まって、はい、その中の番組流れで会社立ち上げますかみたいな話になって、ああそういう経緯なんですね、そうなんですよ、でそれが作って、でもこれも番組終わったら、はい、まあ潰すでもどっちでもいいよ、はいはいはい、なったんですけど、じゃあこれ続けていくかっていう時に、そのスタッフとして入ってた、マネージャー、はい、今のマネージャーが、はい、じゃあもうこの3人でやっていくかって話になって、うん、でまあ一応じゃあ、まあ、あかんかったらあかんでしゃあないなで始めた感じですよね、はい、あそうなんだ、はい、そういう感じなんですね、はい、もう事務所こうね、うん、どっか行こうかって、あでもあかんな、取ってくれへんな、はい、みたいなところからではなく、うん、まあ行こうと思ったら吉本さんも入れたし、うん、みたいな、そうですね、で番組の企画で、まあ、うん、はい、立ち上げた会社が今も継続してるみたいな感じですね。だから僕らも事務所抜けた時に、やっぱりそうどうしようかみたいな話があったんですけど、やっぱりロールモデルは森東です、うん、本当ですか、本当です、僕たちもどうやってんのやろうなと思って、でもそんなに LINE はね森田君知ってるけど、ね、やり取りはしてへんから、どういう経緯でやったって聞くのもあれやなとか思ってて、でいろいろまあね、こう情報仕入れてこういう感じっていうのはいろいろ聞いたんですけど、だからその番組でっていうのはちょっと知らなかったっすね、そうなんですよ、僕も来たことなかったし、まあ結果ありがたいです、それはね、良かった方向に行ったんで。これギャラの配分とかってどうなってるんですか、3等分の。ああよく言う3等分です、3等分です、はい、あいつがどんだけ働いて も、 もうマネージャーと3等分というか、まあまあ言っても、まあ、分かりはると思うんですけど、もう代表取締役なんで、はいはいはい、まあ、固定給なんですよ、まあまあそうですね、だからまあ毎月決まったお金が入って、 あとはもう会社にプールされていくみたいな形です、だからその、はい、言われません、めっちゃ稼いでるでしょみたいな感じ言われるじゃないですか、でも結局会社にしたら給料じゃないですか、はいはいはい、そうでもなくないですか、なんか気持ち的に、まあでも稼いでますよ確かにまあでも、ね、それは昔を考えたら、ね、比べたらこれね、絶対 P 入れるんで、はいはい、絶対 P 入れるんで、うん、どれぐらい稼いでるんですか、あのノブさん、はい、あの絶対 P 入れても絶対言わないですP を超えてきたよ、はい、絶対言わないですね、絶対そうね、このお二人にも聞かせるわけにはいかない、なるほどなるほど、森田はそこはね、なんかね、あいつ結構下世話人間で、いろいろ人の金とか聞くんですけど、自分の絶対言わないですよ、ああそうなんや、多分見え方気にしてるんですよ、ね、はいはいはい、まあまあそうでしょうね、だからまあまあそれもまあ、だから俺もまあ言わん方がええかっていうのはあるんですけども、はい、まあ稼いでますよ、まあまあ何に、いやそりゃそうですよ、だってね、自分僕らも一応 YouTube やってるから、はいはい、これぐらいいったらこれぐらい稼げるやろっていうのある程度分かってるから、うん、まあまあまあね、それ考えたらね、いやちゃうな、いやいやいや、いやでも、うん、
YouTube、はい、こんなに行くって思ってました、はい、やりだした時とか。いやいや全然全然です。僕らは最初ネタしか上げてなかったですよ、はいはい、ネタ動画ね、あの時はねネタ動画上げる人多かったですもんね、うん、ネタだけ上げて、はい、多分それで単独ライブの幕まで使った僕の原付バイクを金色に塗るっていう、あれをだけなんかね上げたんですよ、はい、なんか YouTube っぽいんかなと思って上げたみたいで、それが多分なんか100万再生超えてみたいなのしてたから、はい、あ、なんかこんなことできるんちゃうかで多分始めたみたいな、はい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 、でそしたらなんかなんとなく登録者数も増えていってみたいな感じで今の状態っていう感じですかね。もともとはその、うん、はい、森田君がこういろいろ企画考えてっていう感じなんですか、はいはいはい、最初は僕も考えて、はい、なんか1個だけやったんですよ僕考えたやつ、はいはい、でもなんか知らん間にもう僕ももう考えたくもないし、はい、なんせ楽したいんで、はい、もう持っていかなくなったんですよ、はいはいはい、だからもう自然になんか俺をはめるような企画ばっかりになってるのでみたいなので、でもだから一切もう本当に今も当日まで知らない状態でいきますね。あ、はい、そういう感じなんや、うん、何するかも聞かないですね。はい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 、なんか通ずるものあるんじゃないですか、うん、いや僕はほとんどあの新しいティッシュに交換するって作業さっきね、ティッシュ交換しましたね、ティッシュカバーに入れたいとかなってなって、いや本当にあの、打ち合わせはいないんですよ、うん、ほとんど、はいはいはい、うん、まあ分からないですからね、うん、ね、そう、喋、ね、ることもないしね、勝手にやってくれるんですよ、動いて楽なんだから、そうや、それで回ってんやろっていう問題ないんだから、ええやんけ、腹立つ、そうそうですよね、ティッシュ交換するだけ偉いですよ、絶対しないですよ、そんなことしないですよ、味方が味方がそれでね、やっぱそれね、僕らのイメージとしては、はい、もうすごい当たり企画連発して、うん、すごいなっていうね、イメージなんですけど、はい、やっぱりそのさらば青春の光チャンネルの中でも、うん、外れ企画っていうのは多分あると思うんですよ、よりいいかなと、はいはいはい、で、はい、結構、はいはい、うん、これしくったなみたいな企画とかって、うん、どうなんすか僕もね、そのなんか再生回数の話だけ聞くんですけど、はいはいはい、なんか選手やった企画が何も回ったかあんま知らないんですよ。あー、そうなんですね。うん、だからあんまり僕分かってないんですよね。AV 企画とか。AV 企画なんでしたっけ？ AV 企画なんかね。GPS 付いて。あー、あー、なんだかな。AV ね。西田のやつですかね。なんやろ。なんかやりましたね。はいはい。すいません、もうほんまにね、いや素晴らしい。いやなんかこうね、YouTube のなんかせっかくねこう見てる人もやっぱ YouTube 好きで、はい、さらば青春の光チャンネル見てると思うんですよ。いやいや、で、はい、そうなってくると、うん、なんか苦労話ですとか、うん、あ、でもそれ、うん、なんもないか。まあね、考える苦労はないですからね。いや、しんどかったなとかでもね、うん、結構ありそうな気がしますね。ああ、何やろうな。でもそれこそ、多分当時やからできた、はい、僕のカバンに GPS 入れてみたいな、でなんか色々ついてくるみたいな時は、はい、なんで先々にこいつらおんねんみたいな感じで、あれはでも結構マジでキレましたね。もう気持ち悪いことすんなっつって、ふざけんなと、最後ネタバラシの時に僕、はい、あのゴルフのアイアン持って出てたから、でもほんまにやってやろうと思ってたんだ。脅しじゃない、本物もやってやろうじゃん。気持ち悪いですよ、やっぱ先々に思ったら、なんでやろうと思って GPS だったから、でその後に法案が通ったんですよね、はあはあ、人に GPS をつけたらあかんみたいな、はあはあ、あれ僕の YouTube で変えたんじゃないですか、キングオブコントに続いてすげえな、世の体勢変えちゃったあれとかは腹立ちましたけどね。だから水曜日のダウンとか、うん、ダウンタウンとかでも、はいはい、あの、うん、小峠さんがね何回もドッキリかけられて、うん、はいはい、そのドッキリはこれだったみたいな、うん、正解するやつみたいなのあるじゃないですか。やっぱり何回もドッキリこうかけられてると、うん、ちょっとおかしになってくるんですか、やっぱり。まあまあ、まあ基本的に構えてるんですよ、はい、毎週これあるって言って、はい、まあ何してきよるかなみたいな、はい、で大体駐車場入れるとこが始まったりするんで、はい、ん駐車場入れるのもちょっと警戒しながら入ったりとかもう何をしてくるか分からへんっていうところがあるから、怖いですね、生活していく、まあまあでもその分ね、まあ、考えるっていう、考えないと楽をしてるから、うんうんうん、まあまあ一応まあそれはしゃあないかと思いながらはやってはいますけど、ね、すごいな、いやね、こうね、はい、あの今こう東ブルゴさんがこう仲良くしているこう芸人といいますか、はい、タレントみたいな、うんうん、そういうところも聞かせてもらったらなと思うんですけど、どういう人と遊んだりしてるんですか。
でも基本的に僕ゴルフが好きなんですけど、はいはいはい、もうねされてますよね。大体もうプライベートで遊ぶのゴルフ仲間です。ははは、ああそうなんですね。はい、ダイナマイトの松田さんとか、はいはいはい、まあ、天竺の瀬下さんとかあの辺はよく行ったりとか、あとはチャンピオンズの大崎とか、はいはい、もうまあまあ仲良くはしてたり、まあでも昔からの腐れ縁はまあ新一ですね、お見送り芸人なんですが。なるほどなるほど。まあまあまあ今までこそそんな仕事ぐらいしか会わないですけど、昔はもう毎日のようにナンバ出て、新一と行ってこいっつって行ってこいやわかりましたって言って、ほんなら遠目でなんかあいつ土下座してるなとかすごいよ見てた時はありました。思想がすごいですね。いやすごいな、いろんなね、お話聞かせていただきましたけども、たっぷりですね、はい、ちょっとこのお話を聞かせていただいて、で、ここで話もね、はい、いただけると僕は正直思ってなかったんで、はい、ちょっと思い出したら、そういうのあったなと思って。そういう話でしたよ、マジで。やっぱ思い出し怖いみたいなのあったりするんですよ。思い出し怖いね、多分皆さんあるかもしれないですよね。いやすごかったです、はい、ありがとうございます。すいません、なんか、はい、いやいや、はい、でですね、こちら東袋さんの情報はですね、概要欄の方にちょっと貼らせていただいているので、そちらの方で情報で見ていただければと思っております。はい、ということで本日はですね、さらば青春の光より東袋さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では続いての次の投稿会談、投稿会談です。これ怖いよね、めっちゃ怖いじゃん。いいですね、いいですね、面白いな、やっぱ面白いな、良きですね。マジ不思議プレゼンツ、怪談に夢を、その手で掴み取れ。いや新しい企画思いついちゃったんですよね。怪奇宴を復活させようと思ってたんですよ。ただ今回のイベントはもう今までの従来のものではなくて、圧倒的にみんなにスポットライトが当たる企画にしたいんですよね。怪談によって人生が180度変わる、なんかこの奇跡に近いこの体験をですね、皆さんにもぜひ味わってほしいなと思ってます。この大会の中で新しくみんなにすごいねって言われる話きっと出てくると思うんで、それにすごく僕は期待しています。投稿会談で人生を変えろ、賞金総額186万円、詳しくは URL から。一番怖かった、マジで。あれやばいよね。やばい。